誰の許可取って俺らの視界に入ってきてんだよ。てめえの全てがムカつくぜ。邪魔だ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ちょっと下がら、殴らせてもらう。Good!
ました。俺が来んのは宣告承知ってわけか。堂島組の桐生一馬だ。どこクレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、桐生さん。じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる。この人数相手にあんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道開けねえか、チンピラ。信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ。今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた。あんたの目的は何だ。おい、近づくな。わかった。全部話す。だから、ちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ。その人は、あ、クゼの兄貴。まさかあんたが俺を。何の話だねえ、社長さん。キリュウ、お前何やってんだよ。あ、殺に実施料に言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。
ごゆっくり。前とは一度腹割って話してえと思ってたからよ。おめえと錦山孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前風間の頭をスパイしろ。何、殻の一粒の話はしたな。それさえ手にすりゃ俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人はまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員2万5千の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡してる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ、あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのこともあんた何も分かっちゃいねえ。ガキが、この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟があるんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。
おお。やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今、柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんは、あの風間のおやすさんの片腕だ。なるほどな。それより、お前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろ？ああ、だが、いろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一坪って聞いたことあるか？久世の兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは、何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。よう、キリュウ、早かったな。すいません、柏木さん。お手間かけさせるような真似しちまって。あの。どうもすいません。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったか大方予想がつく。久世のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです？空の一つぼで桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久世と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。おやっさん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。
それより久瀬の話に出た空の一壺だ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。ええ、柏木さんは詳しくご存知なんすか？ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな、堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があるんだよ。それが空の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな、厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか？所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億？たった一坪の土地が？なあ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です？いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやすさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか？桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで後見人の親父もけじめを迫られる。その上久瀬が空の一つぼ手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す？まさか堂島組の波紋もあり得ると？ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやすさんが破門？破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親父さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だが久瀬が真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らが久瀬に手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になる。だったらどうすりゃいいんですか？俺たちは。柏木さん、とりあえず俺の濡れ衣も空の一つぼも後回した。今とにかく俺はおやすさんを守るために動きます。何かいい手があるのか？ええ、俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやすさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。
人でけじめつけるって何する気だ、キリュウ。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど、今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ、このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんな許してください、柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。